島であってこの山みたいなこの景色。わん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 。玄関にあれ巻いとかなきゃな。何目くじでね。絶対来る。どうぞ。ここ結構いいな。いやこれ分かったわ。江ノ島雨の日に行った方がいいわ。人いないし、カラッとしてるし、最強。まだもう普通だったら、普通だったらもうこの時点で帰ろうかなって気持ちになるんだけど。そう、なんかそういう気持ちみじんもないんだよね。あーそれがね、ちょっと浜辺はいけないけど、これ何円、これ何円だったっけ、この駐車場。それちょっといいねかな。駐車料金を探せ。てて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 。まあいいや。じゃあちょっと風景を楽しむ動画。はいはいはい、あったね。全然復旧しなかったじゃん。うん。でもなんかアマゾンでたまにさ、登山用のさ雨具でさ、それ出てくるんだけどさ。同じやつ？みたいなやつが。うん。登山であの頭に被るかさ。うん。一番危ねえだろう。まあね。あれやれてだから、そのモンベルのあのバンあれカッカスみたいなあれで。うん。でもさ、頭にかぶる傘のことか、そういうことか、青、ね、向かう感じで危ないよ。ん？あ、大丈夫大丈夫。ああ、帽子ね。うん。3時半。うん。危なかったね。ダンボール水水だよ、これ。うん。ワンちゃんダンボールですって問題なかった。こういう山っぽいところで、なんか下りたくなる数字なんかやばい。まあね。おお。うん。よし、じゃあ行こっか。まだ見てる？なんか心洗われるよね、ここにいると。昨日の潰し雲も綺麗だったな。うん。あれはさ、天気が良くて風が強いし、うん。やっとできる雲なんだね、あの渦巻きの雲。まあね。あれは地震雲って言ってるやつ、マジあった。だから。つか今日全然止まってるし。あれもバズりたいだけでしょ。あれもだから、あれはもう一種のバズりたい人がつぶやいてるだけであって、あれを真に受けてる人ってちょっとねバカなのかなって思っちゃうけど、うん、まあそれで本当に実際に自信あれば、あすげえなってなるけどさ、な実際ないわけじゃん。うん、しかも石川で地震起きた後にそれ言われてもってもなるじゃん。だからあれはちょっと
どうなのって思っちゃうけど、ね、いやー心が現れますな。現れる心が。うん。本当にね、昨日の気候だったらこんなにいられないから、マジ。あれ、鳩かな？うん。ここはもう本当に、雨で落ち着きたい人向けだよ。でこれまた8月になるとすげえ人になるわけじゃん。海の家とかできるわけじゃん。また8月ごた返しになるぞここね。じゃ行きましょうか。何が？嘘。あ、本当だ。カタツー、カタツーくん、カタツー江ノ島くん、かわいいね。今日は僕何も襲われないような気がするんです。肩無理。えっ、うん。うん。はいはいはい。まあね、普通は。俺もよくわからんけど。超綺麗。うん？ね。超綺麗だね。濃い色いいよね。今日はカメちゃんいるでしょうか？いるかな？いたらちょっと嬉しい。さあ、カメちゃんいるでしょうか。見てみましょう。わからねえな、こりゃ。結構、あ、いたー！いるよ、ここに。ここにいるよ、ちゃんと見てよ、カメちゃん。ごめんね。ここにも普通にいるよ、ほら。何お前吠えてんの。カメちゃん、普通にいるんで、これ。かわいいな。